皆さんおはようございます。今日はこのもさもさ髪の毛をちょっと切りたいなと思って、休みなんで、美容室に行こうと思います。皆さんおはようございます。今日は休みで、髪の毛が伸びてきたということなので、皆さんおはようございます。はい、美容室に美容室に行ってきたいと思います。マイケーキ着きました。ないけど、座席空いてたから座ってたのに、このおばあさんかな、おじいさんみたいなおばあさん、ちょっとお隣空いてたんで、まあ一緒に座ってたんですけど、立ち上がった瞬間に平行でめちゃめちゃ臭かったです。YouTube 編集が楽しくて最近。すごいやってるの。めっちゃやってる。結構やってる。市川くんも頑張ってくれてるから。市川くんね。iPhone で編集してる。いや、iPhone で撮って、iPad 写して。やりやすいやっぱ iPad。うん。デザリングとかもしやすいし。でも、あの、MacBook 欲しい。あ、MacBook ね。いいよね。ちゃんと月1で乗ってるもんね。結構。うん。変わるやん。結構変わるし。はじめ、ひどかったから。うん。バッサバサやったから。チームおしゃれな子多いよ。いるの多いっすね。なんで？
ってなんでなの、みんな影響されがち。ビートも的な、なんかみんなインスタちゃんとやってる、ね、うん、ああそう、ね、プライベートも結構多いし、面白いよね、そっちのお客さんとも。そう、めっちゃシュールだわ。使い慣れてない。いや、遊ばれてます、髪の毛で遊ばれてます。市川くんやん。違います。どうしたん。違います。え、俺ちょっと車見に来ただけなんだけど。俺、え、たまたま、違う、俺の車、違う、俺の車、違う、俺の車。マジこんなところで展示してんのお前。マジみんな触りたい放題らしい。そうなんや、たまたまやな。たまたまやん。そうやな。ってことは俺今から叙々苑行くねんけど、食べに行く、一緒に一緒食べに行こうか。うん、行こう行こう。牛タン牛タン。ホテル、レッドブル配ってる。どうする？それはもらおう。エネルギーチャージ、ユニコーン。それは違うわ、うま、巨峰フレーバー、うまジュースや。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、パン、お腹すいた、お腹すいた。めっちゃいい、一番広い。